仕事もない、お金もない。だが、才能だけは諦められず、がむしゃらに立ち向かい、そして空振りな日々。しかし、俺の日常は、ある嵐の夜から大きく変わることになる。離れないでください。そう俺にすがるのは、隣に住む美しい未亡人。その夜から始まった共同生活は、俺にとって新たな人生の幕開けだった。俺の名前は野村和彦。32歳。売れない大衆演劇の役者だ。幼い頃から舞台に立つことが好きで、自分の演技力に自信を持っていた。それを仕事にしようと決意し、劇団に入ったのはもう10年以上前のことだ。しかし、現実は甘くない。主役は他の役者に取られ、脇役やエキストラばかり。収入も不安定。毎月の生活費を稼ぐのが精一杯。結局、家賃の安い団地に住むしかなかった。それでも、夢を捨てきれず、なんとか食いつないでいる。半年ほど前に越してきた団地の部屋は、狭くて古いが、いかなる住処も、俺にとっては、夢を追い続けるための拠点。季節は夏。気温が高く、湿気がまとわりつくような日が続いていた。あつー。腹減ったー。もう、ダメだ。節電のため、扇風機を回さないでいる部屋は虫風呂。腹の虫は鳴きっぱなし。俺は中身が入っていないのが丸わかりのペタンコの財布を広げる。中に札はない。子供の小遣いのような小銭ばかり。これで何が買えるだろうか。俺は力なく外に出た。外の空気は重く、息苦しいほどの暑さ。ふと、駄菓子屋の看板が目に入る。代々続く家族経営と書かれた看板がかかっているのは、古びた建物だが、どこか懐かしい雰囲気がある。子供たちが楽しそうにお菓子を選んでいる姿を見て、ここには子供の小遣いで買えるものがあるのだと、ひらめいた。店内に入ると、涼しい風が迎えてくれた。扇風機の回る室内は、まるで天国のようだ。駄菓子屋の中には、カラフルなお菓子やおもちゃが、所狭しと並ぶ。子供たちの笑い声が響く中、俺もその中に混ざって、懐かしいお菓子を手に取った。いらっしゃいませ。と、俺を迎えたのは、女性の固い声。一つにまとめた長い黒髪。透き通るような肌。淡いピンクのエプロンの裾からは、彼女のすらりとした足が覗いている。店主の彼女は若く見えたが、その表情には警戒心が漂っていた。俺は、少し緊張しながら、懐かしい駄菓子屋を見つけて、つい立ち寄ってしまいました。と話しかけた。そうですか。それならどうぞごゆっくり選んでください。子供たちの中で駄菓子を選び終え、カウンターに持っていく。店主は俺の顔をじっと見つめたが、特に何も言わずに会計を済ませた。次の日も俺は同じ道を通り、再び駄菓子屋に立ち寄った。店内は俺一人。午前中なので子供たちは学校の時間だ。また来てくれたんですね。ねえ、駄菓子が懐かしくて。昨日はすみませんでした。その、子供たちに何かされるんじゃないかって思ってしまって。確かに怪しいですよね。平日の真っ昼間からおっさんが駄菓子屋なんて。俺は苦笑した。実は、売れない役者をやっていて、今は生活が大変で、子供たちが嬉しそうに駄菓子を食べてる姿が、
とても美味しそうだったので。そうなんですね。駄菓子で元気になってくれたら嬉しいです。その言葉に居場所をもらったようで、少しだけ救われた気がした。俺、野村和彦って言います。私は中村咲です。咲さん、一人でこのお店を？ここ、おばあちゃんの代からの駄菓子屋なんです。結婚前までは他の会社に勤めてたんですけど、結婚してからお店を継いだんですよ。結婚の二文字を聞いた瞬間、俺の中で何かが崩れた。ショックが大きかったのか、せっかく買った駄菓子も喉を通らない。恋が始まる前に失恋してしまった気分だったが、気づけばまた次の日も俺は駄菓子屋に足を運んでいた。咲さんは俺を見かけると少し笑顔を見せてくれる。俺は店内を見渡し、駄菓子を手に取った。小銭で買える範囲内で計算しながら選んでいると、咲さんが笑いながら言った。そんなに気にしなくていいですよ。今日は特別に、これもサービスです。彼女が差し出してくれたのは、袋に詰められたおにぎりだった。いや、でも悪いよ。解禁証サービスですよ。俺は、咲さんの優しさに泣きそうになりながら、おにぎりを受け取った。本当にありがとう。助かるよ。駄菓子とおにぎりを手に、俺は店を出た。部屋に戻ると、雨漏りのシミができている天井を見上げながら、俺は深いため息をついた。こんな生活が、いつまで続くのか。それでも、今は目の前の食事を楽しむことにした。うまい。久々の家庭の味に、俺は本気で涙を流した。泣きながら食べるおにぎりは、少しだけしょっぱかった。数日して、また子供の中に混ざって、駄菓子屋にいた時のこと。突然の雷雨に襲われた。外は急に暗くなり、激しい雷鳴が響く。ああ、雷すごいね。子供たちが興奮気味に声を上げる中、咲さんは耳を塞いで誰よりも怖がっていた。咲さん、大丈夫？怖い。咲さんは涙目で震えている。子供たちを、そして咲さんを守るため、俺はすぐに行動した。みんな、今から俺が順番に家まで送るから。咲さん、傘ありますか？俺は子供たちを一人ずつ家まで送っていった。最後に残ったのは咲さん。雷鳴が響くたびに彼女はさらに震えた。咲さんが案内するのは通い慣れた道。そしてたどり着いたのは、ここ、俺の部屋の隣じゃないか。驚いたことに彼女の部屋は、俺の住んでいる部屋のすぐ隣だった。あの、怖いので一緒にいてもらえませんか？咲さんは震える声で俺にそう訴えた。え？それはちょっと、どうしようかな。おそらく咲さんの旦那は今不在なのだろう。しかし、だからといって人妻と部屋に二人きりというのは、まずい。じゃあ、団地の集会室で少し落ち着こうか。はい、お願いします。俺たちは団地内の集会室に移動し、雷雨が過ぎるまで一緒に過ごした。徐々に咲さんの怯えた様子も和らいでいく。雷が収まったみたいだね。もう大丈夫そう。はい、ありがとうございます。お礼に今晩ご飯作って持っていきますね。え、いや、そんな、結構です。遠慮ではなく、俺は本気で断った。いくら隣人とはいえ、独身男にご飯のお裾分けなんてしたら、旦那が黙ってはいないだろう。いつもお菓子ばっかり食べてるんでしょ？いや、まあ、
確かにそうだけど。俺は困惑しながら答える。じゃあ決まり、今晩お裾分けしますね。結局俺は彼女の申し出を受け入れることにした。夕方そわそわしながら待っているとドアを叩く音。先です、差し入れ持ってきました。タッパーをいくつも持ったサキさんを玄関に迎え入れたその瞬間、サキさんは耳を塞ぎながら後ずさりした。おっと、タッパーはなんとかキャッチ。虫でもいたのだろうかと俺はサキさんを見る。彼女の視線の先には劇団で使っていた不気味な小道具がたくさん置かれていた。骸骨の模型や血のりを使ったリアルな傷口の作り物など、きっと彼女の苦手なものばかりだろう。ごめん、これは俺が演劇で使う小道具なんだ。あ、そうなんですね。すごくリアル。サキさんは震えながらも興味深そうに小道具を見ていた。うん、結構頑張って作ったからね。俺は少し得意げに胸を張る。和彦さん。サキさんは一瞬ためらいながらも真剣な表情で言った。私、怖いものが本当に苦手なんです。でも、今日みたいに子供よりも怯えてちゃダメですよね。駄菓子屋を続けるためには克服しなきゃって思ってて。だから、私に手を貸してもらえませんか？まさか、サキさんからこんな依頼を受けるとは思わなかった。もちろんだよ。俺でよければ力になるよ。しかし答えた後で俺はハッとした。彼女は人妻だ。俺はただの隣人。その立場を忘れてはいけないと自分に言い聞かせる。その夜、彼女が作ってくれた温かい食事をかみしめながら、俺は募っていく思いをどこに持っていこうかと悩んでいた。サキさんの特訓は翌日から始まった。俺の部屋に入った途端、彼女の顔は真っ青に。これ、本当に克服できるのかな？サキさんは小さな声でつぶやきながら、おどおどと部屋の隅に立っていた。最初の特訓は不気味な仮面から始まった。これ、触ってみる？俺が言うと、サキさんは震える手を仮面に近づけた。彼女の手が、仮面に触れた瞬間、サキさんは小さく叫び声を上げたが、すぐに深呼吸をした。大丈夫、触っただけ、まだ平気。いいね。ほら見てよ、これひっくり返すと裏は新聞紙なんだ。彼女は見慣れた新聞紙にほっと息を漏らした。幽霊の正体見たり枯れ尾花ってね。こうしてサキさんは少しずつ怖いものを克服する特訓を続けていった。毎日同じ時間を過ごし、俺はサキさんが少しずつ成長していく姿を喜んだ。夏の終わりの風物詩といえば台風だ。ラジオが告げる台風情報を部屋に流しながら、俺は昨日買った駄菓子を口に放り込んだ。この地域で台風が猛威を振るうということで、今日は駄菓子屋を閉めると昨日サキさんから聞いていた。でも特訓には行くからと張り切っていたサキさんだが、時間になってもドアはノックされない。台風が怖くて外に出られないのかな。でも旦那がいるだろうし、差し出がましいことはしない方がいいだろう。そう思いながらも、どこか胸騒ぎが収まらなかった。その日の夜、台風はますます勢いを増していた。風と雨の音に混じって、突然ドアを激しく叩く音。俺は驚きながらもドアを開けると、そこには大きな荷物を抱えたサキさんが。サキさん、こんな夜にどうしたんだ？
和彦さん、助けてください。いや、こんな夜に部屋に入れることはできないよ。旦那さんは。お願いだから、話だけでも聞いてください。わかった。俺はドアを開けて彼女を玄関に入れた。サキさんは少し落ち着くと静かに話し始めた。あの、何か誤解されてますけど、まず私は独身です。あ、正確には未亡人なんですけど。俺は驚きのあまり言葉が出なかった。未亡人？ええ、夫が亡くなってからずっと一人で駄菓子屋を続けてきました。今日は台風のせいで家がひどいことになってしまって、一人で怖くて。本当にごめんなさい。俺はサキさんの話を聞きながら、これまでの勘違いに気づいた。サキさんが独身だと知って、俺の顔は自然と緩む。だが、だからといって彼女の信頼を裏切ることはできない。わかったよ。サキさんが安心するならどうぞ。部屋の中へ促す俺に、サキさんは安堵の表情を浮かべ、ありがとうと小さくつぶやいた。話を聞くと案の定、サキさんは怖くて外に出られなかったらしい。さらに間の悪いことに雨漏りまでしてきたという。工事を依頼するにも、この台風ではすぐに来られないと断られてしまったようだ。和彦さん、お願い、工事が終わるまでの間ここに住まわせてくれませんか？その言葉に俺は一瞬耳を疑った。え、住む？ここにサキさんが？え、じゃあ俺はどこに行けば？何言ってるんですか。一緒に住むってことですよ。俺は絶句した。まさか彼女と一つ屋根の下、いや、団地だから一つ屋根の下ではあったのだが、同じ部屋で暮らす日が来るなんて思っても見なかった。ここでよければ。ありがとう、和彦さん。次の瞬間、部屋が暗闇に包まれる。停電だ。驚いたサキさんが反射的に俺に飛びついてきた。大丈夫ですか？俺は彼女を落ち着かせようと声をかけるが、実際は俺の方がパニックに。離れないでください。か細い声で頼む彼女の言葉に様々な衝動がこみ上げてくるが、必死にそれを抑え込む。次の瞬間、パチンと音がして部屋の電気が復旧した。明るさが一気に戻り、俺は思わず目を細める。よかった、電気が戻りましたね。サキさんは緊張が解けたのか、はにかんだ笑顔を見せた。和彦さん、心強かったです。お安いご用さ。サキさんが持ってきた大きな荷物の中には生活用品が入っているが、サキさん、俺んち布団が一つしかないんですよね。俺はその辺で寝るんで使ってください。サキさんは首を横に振って笑顔で答えた。一つでいいですよ。和彦さん、優しいですね。でもそれじゃあ。大丈夫、自分の部屋から持ってきますから。布団を取りに行ったサキさんが戻ってくるまで、俺は激しく脈打つ胸の鼓動を落ち着かせた。住まわせてもらうお礼にと、サキさんは台所に立つことが多くなった。ある日の夕暮れ、サキさんは台所で料理をしていたが、その手元は止まっている。サキさん、今日はなんか元気ないね。そんなことはないよ。ただ、ちょっと考え事をしてたの。考え事？何か心配事があるなら聞くよ。俺でよければだけど。サキさんは少し躊躇したが、深呼吸をして話し始めた。実はね、駄菓子屋を続けるのが
少し難しくなってきたの。でも、おばあちゃんとの思い出のお店だから、絶対に手放したくないって思ってるんだけど。そうなんだ。おばあさんのために続けてるんだね。すごいよ、サキさん。ねえ、和彦さんはどうして役者さんに？子供の頃から演技が大好きだったんだ。自分の表現で人々を楽しませることができるってすごいことだと思ってさ。和彦さんの演技見てみたいな。俺たちはお互いの夢や過去について語り合いながら心の距離を少しずつ縮めていった。サキさんへの気持ちは日に日に強くなる。しかしその一方で現実の厳しさが俺の心を締め付けた。売れない役者としての生活は厳しい。どうやって彼女を幸せにできるというのだろうか。サキさんを幸せにしたい。その一心で俺はどうにかして状況を変えようと決意した。翌朝、俺は知り合いの寺岡さんに連絡を取った。寺岡さんは昔からの知り合いで、劇団の仲間でもあり、俺のことをよく知っている人物だ。電話で話すと、すぐに会おうという話になった。久しぶりだな、和彦。どうしたんだ？俺、今のままじゃダメだと思うんです。芽が出なかったと思って、役者を辞めてもいいと思うんですが、心のどこかではやっぱり劇に携わっていたい気持ちがあって。そうか。役者を辞めるのは辛い決断だろう。でも君がどうしても劇に関わりたいと思うなら他の道もあるんじゃないか。他の道？例えば演出や脚本を書くとか。才能を活かせる場所は必ずあるはずだ。寺岡さんは優しく肩に手を置いていった。焦らずに自分の気持ちと向き合ってみるんだ。君ならきっと新しい道を見つけられるさ。寺岡さんの言葉を胸に、俺は自分にできることはないかと模索した。ある日の夜、俺が疲れ果てて帰宅すると、サキさんが心配そうな顔で待っていた。和彦さん、最近ずっと忙しそうね。ああ、そうだね。家のことを任せっきりでごめん。ううん、それはいいの。でも。でも？やっぱり、なんでもない。お夕飯できてるから食べよう。疲れていた俺は、サキさんの言葉を深追いすることもなく、のんきに夕食を口に運んでいた。数日後、再び寺岡さんと会う機会が訪れた。どうして役者を辞めてもいいと思ったのか、詳しく聞いてなかったな。俺、好きな人がいて。ほら、あそこの駄菓子屋の人なんですけど、彼女を幸せにできる男になりたいんです。ああ、あの駄菓子屋か。私が子供の頃からあるよ。懐かしいな。寺岡さんはしばらく考え込んでから、ゆっくりと口を開いた。それなら駄菓子屋劇場はどうだろう。駄菓子屋劇場？そうだ、駄菓子屋の一角に小さな舞台を作ってパフォーマンスをする。劇場よりも気軽に楽しめる娯楽だな。駄菓子屋の集客にもなるし、君も自分の才能を活かせる。もちろん店主の協力は必要だが、どうだ？俺の目の前が一気に明るくなった気がした。すごいアイデアです。やってみたい。よし、それならすぐに伝えてこい。きっと彼女も喜んで協力してくれるはずだ。俺は興奮を抑えきれず急いで帰路に着いた。しかしこの時俺はまだ知らなかったのだ。サキさんが一人で悩んでいたことを。サキさん、聞いてくれ。俺は靴を脱ぐのももどかしく玄関で叫んだ。部屋に入るとサキさんは荷物の整理をしていた。え、サキさん何を？
私、引っ越そうかなって。どうして急に？また雨漏りしたら大変だから。もう、こんな古い団地には住みたくないなって。俺の心は、どん底に落ちた。そうなんだ。和彦さんの話って？実は、昔世話になった人に相談しててさ。サキさんのお店を借りて、駄菓子屋劇場をやろうっていうアイデアが出て。駄菓子屋に舞台を作って、芝居をするっていう話なんだけど、俺一人で浮かれて、バカみたいだな。迷惑だよね。ごめん。駄菓子屋劇場？俺はうなずくと、そのまま頭を下げた。そんなに熱心に考えてくれたのなら、私協力する。え？私もそのアイディア、素敵だと思う。和彦さんの演技も見てみたかったし。子供たちにも喜んでもらえるなら、私、何でも手伝うわ。本当に？ありがとう、サキさん！こうして、俺たちは駄菓子屋劇場の実現に向けて、一歩踏み出すことになった。翌日から早速、駄菓子屋劇場の準備を始めたが、俺の心は揺れ動いていた。彼女が引っ越す前に、何とかして自分の気持ちを伝えなければならない。ある夕方、駄菓子屋の閉店後、俺は、サキさんを呼び止めた。サキさん、少し、話せる時間あるかな？もちろん。何かあったの？俺は、深く息を吸い込み、心を落ち着けてから、話し始めた。俺、ずっと、君が好きだった。君が家庭を持っていると思ってたから、自分の気持ちに、なんとか蓋をしていた。でも、もうこの気持ちを隠せないんだ。俺は、心の奥底から湧き上がる感情を押し出すように言った。驚いたように見開かれたサキさんの目には、みるみるうちに涙が浮かび、頬を伝った。私も、ずっとあなたのことが気になってた。でも、最近の和彦さん、私を避けているように感じて、どうしていいかわからなかったの。引っ越しのことも、和彦さんにとって私は邪魔なんだと思って離れようと思って。そんな、誤解だよ！うん。わかった。ねえ、引っ越すのをキャンセルしてもいい？和彦さんと一緒に駄菓子屋劇場を成功させたい。俺は安堵と喜びで心が溢れそうだった。俺は安堵と喜びで心が溢れそうだった。本当に？ありがとう、サキさん。俺、絶対成功させるよ。サキさんは、優しく微笑みながら言った。これからもよろしく、和彦さん。こうして俺とサキは、晴れて正式な恋人同士、そして共同経営者として、新たな一歩を踏み出すことになった。駄菓子屋の一角に、小さなステージを設け、毎週末に、短い劇や、パフォーマンスを行う。最初は近所の子供たちだけだった観客も、徐々に親子連れや友達同士で訪れる人々が増え、駄菓子屋劇場は大盛況となった。寺岡さんも忙しい合間を縫って訪れ、俺にアドバイスをくれる。すごく面白かった！と、目を輝かせる子供たち。また見たい！お父さん、来週も連れてきて。と、せがむ親子連れ。駄菓子屋の売り上げも右肩上がりで繁盛していた。充実した毎日の中、俺たちは少しずつ結婚式の準備を進めていた。そして結婚式は思い出の詰まった駄菓子屋で行うことに。結婚式当日、駄菓子屋はレトロな装飾で彩られ、カラフルな駄菓子がテーブルを飾っている。寺岡さんがステージに上りマイクを手にした。今日は新郎新婦を祝うために皆さんお集まりいただきありがとうございます。少しお時間をいただいて、これからあるエピソードを再現した
即興劇をお見せしたいと思います。会場がざわつく中、寺岡さんは手腕を発揮してあれよあれよと役割を振り分けた。これは俺と寺岡さんで計画したものだ。寺岡さんが一声かけると会場が暗くなり、スピーカーから雷の音が響き渡る。役を与えられた子供たちが、雷だ、怖いよと駄菓子屋の中を走り回った。みんな落ち着いて、俺が送ってくから大丈夫だよ。子供たちが手をつなぎ、俺の後ろについて歩き出す。舞台の端にある家のセット前にいる親役のところまで子供たちを無事に送り届けた。次に俺は咲の元へ戻り、彼女の手を取る。咲さん、家まで送りますよ。舞台の中央に到達すると雷雨の音が消え、照明が明るくなる。俺は床に膝をついた。咲と出会ってから俺の人生は大きく変わった。君に毎日支えられてきた。これからの人生、どんな困難があっても君と一緒なら怖いものなんてない。俺は君を一生大切にして必ず幸せにすることを誓う。恥ずかしそうに目を伏せた咲だったが、そっと顔を上げて俺に微笑む。私もどんな時でもあなたを支え、一緒に笑い合い、一緒に涙を流すことを誓います。寺岡さんが再びマイクを手に取る。皆さん、これが二人の愛の始まりでした。今日この場所で再現できたことを本当に嬉しく思います。和彦さん、咲さん、どうかお幸せに。会場全体が温かい拍手と笑顔に包まれ、俺たちを祝福してくれた。それからも俺と咲は駄菓子屋劇場を通じてたくさんの笑顔を作り出した。駄菓子屋劇場の成功とともに俺たちの生活も充実。そして何よりも咲との幸せな日々が俺の人生を輝かせている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。また、いいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。